エリック・エルス・コグランドは、アメリカ合衆国フロリダ州サラソタ軍、サラソタ出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のカンザスシティロイヤルズ参加所属。カンザスシティロイヤルズ時代2011年の MLB ドラフト16巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名されたが、この時は入団せずに、セントラルフロリダ大学へ進学した。 2014年の MLB ドラフト3巡目で、カンザス式ロイヤルズから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、アイダホフォールズチュカーズで、プロデビュー。9試合に登板して0勝2敗、防御率5.09、25奪三振を記録した。2015年は、A 級ウィルミントンブルーロックスでプレーし、15試合に先発登板して6勝3敗。 防御率3.52、66奪三振を記録した。2016年は、AA 級、ノースウエストアーカンソーナチュラルズでプレーし、27試合に先発登板して7勝10敗、防御率3.45、134奪三振を記録した。2017年は、AA 級ノースウエストアーカンソーで開幕を迎えた。トリプル A 級オマハストームチェイサーズを経た後、 5月30日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りすることが前日に発表された。メジャーデビューとなったデトロイトタイガース戦では6.1回を無失点の投球で勝利投手となった。だがその後は失速し、この年メジャーでは7試合に登板して1勝2敗、防御率9.50、14奪三振という成績だった。 2018年は14試合に登板して1勝6敗、防御率5.14、49奪三振を記録した。2019年1月16日、薬物検査違反で80試合の出場停止となった。2020年3月25日に DF となり、6月28日にマイナー契約でトリプル A 級オマハへ配属された。東急の 約6割を速球が占めている。変化球ではカーブを大投げする傾向があり、他にはチェンジアップとスライダーを投げる。ありがとうございます。